本当にワンマンライブを開催してくれてありがとうございました。ここまで応援してきてよかったです。次のライブもとっても楽しみにしていますので、活動頑張ってください。本当に読んでて心があったかくなる手紙ばかりだな。みんなワンマン楽しんでくれたみたいでよかった。でもまさかこんなに届くなんて。匿名で受け取れるサービス使ってみてよかった。やっぱり手紙って嬉しいな。文字の雰囲気から書いてくれた人の思いが伝わってくる気がする。それに封筒もみんな個性があって可愛いし、この猫のシール貼ってあるのはアイリア手かな。こっちのは限定雪フェニーくん、わざわざ私に選んでくれたのかな。開けてみよう。明日も頑張ろう。舞踏館か。アイドルだけじゃなくてアーティスト全員にとって夢のステージだよね。あそこで歌えるのは一流の証だから、ファンのみんなもやってほしいって思ってくれてるんだろうな。私も初めて立てた時は感動したっけ。こんなステージに立てるくらいアスランってグループは大きくなって、たくさんの人に応援してもらえてるんだって実感できて、ここにいる人たちみんなに明日を頑張る希望を届けられるんだって思った。いつかみのりにもあの景色を見てほしいな。でも今の私たちじゃ現実的じゃない。舞踏館ってライブを開催するための審査が厳しくて、知名度と実力が伴わないと通らないって聞いたことがあるし、何より15,000人の動員が必要なんだよね。やっと700人のライブができた私たちにとっては本当に遠い数字だな。それでも目指すなら地道にやっていくしかないけど、今の私たちのやり方で届くのかな。はい、これ昨日私が読み終わった分だよ。ありがとう、はるかちゃん。今日のお手紙も楽しみだな。じゃあ、私の分ははるかちゃんに渡すわね。すごく励まされる感想ばっかりだったわ。はるかちゃんのファンの子のものもあったから、ぜひ読んでみてね。私が昨日読んだものの中にも、雫のファンの人の熱烈な声があったから、終わってくるの楽しみにしてて。そうなのね、早く読みたいわ。それにしても本当に予想以上の反響よね。手分けして家に持って帰らないと読めないくらいの手紙が届くなんて。嬉しいよね。メールや DM でもいつもよりたくさん感想来てるし。うん、それに感想だけじゃなくて仕事の依頼のメッセージも届くようになったよね。雑誌のインタビューとかラジオのワンコーナーの出演とか。びっくりしちゃったよね。今までそういうメッセージ来たのって小学校でライブやった時くらいだったし。多分ワンマンのことが軽くネットニュースになったからでしょうね。
私たち3人はアイドルグループ脱退組だし、そんな旗から見たらレールを外れたアイドルが事務所の支えなしにワンマンライブを成功させてる。記事にするにはなかなか引きのある内容よね。ちょっと話は盛り気味だったけど。でもあの記事のおかげで私たちのことを知らなかった人にも知ってもらえるようになったのならありがたいよね。そうだね。ワンマンの前に比べてチャンネル登録者数も結構増えたし、注目されるのはいいことよね。でもそんな今だからこそ初心に帰って一度今後の方針をみんなで話し合いたいと思ってるの。ワンマンっていう大きな目標も達成したし、次の目標はどうするのか、そのためにどう活動していくのかとかね。目標と活動方針か。みのり？実はね、ワンマンの後書いてすぐ SNS で感想検索してみたの。そしたらみんないろんな場所でライブやってほしいとか、たくさんの人に知ってほしいとか書いてくれてたんだ。ファンレターにもそういう声がいっぱいあったわよね。うん、それで私思ったんだ。私もファンのみんなが言ってくれてるように、いろんな場所でライブをしてモーマージャンプをいろんな人に知ってもらって、もっともっとたくさんの人に希望を届けたいって。たくさんの人に。そのためにはどうしたらいいのかなって考えて、それで私モーマージャンプでライブツアーをやりたいって思ったんだ。ライブツアー？それだけじゃないよ。モーマージャンプがツアーができるようなアイドルになったら、その次はドームライブをやりたいんだ。私が初めて見たアスランのライブみたいに、たくさんの日本中の人にみんなで希望を届けたいの。大きく出たわね。モアモアジャンプでドームなんて、そりゃできたら夢みたいだけど。私本気だよ。ワンマンでお客さんのニコニコした顔を見れて本当に嬉しいなって、今まで活動してきてよかったなって思ったの。だからこれからも頑張ろうって、今までみたいに目の前のお客さんに希望を届けていこうって最初はそう思ってたんだ。でもみんなこんなに期待してくれてるんだ。ファンのみんなは私たちがもっとたくさんの人に希望を届けられるような大きな場所に立つことを望んでくれてるって思ったの。それで思ったんだ。私はやっぱりたくさんの人たちに一番希望を届けられるアイドルになりたい。だからみんなと本気で日本で一番大きな場所でドームみたいな場所でライブができるアイドルを、トップアイドルを目指したいの。そうだ、私も。私もあの頃は。ドームライブができるトップアイドルね。
もちろんこれは私がそう思ってるってだけの話だから、みんながどう思うかはちゃんと聞きたいな。みのりの言いたいことは分かったよ。それにすごくみのりらしいなって思った。はるかちゃん、もっとたくさんの人たちに希望を届けたいって気持ちは、私も愛梨も雫も持ってると思う。でも本当にトップアイドルを目指すってことが今の私たちの目標として正しいものなのか、少し考える時間が欲しいかな。そうね、まだ初めてのワンマンをやったばかりの私たちにとってはとてつもなく高い目標になるわけだし。あ、そうだよね、ちゃんと考えないといけないよね。じゃあこれからみんなでって思ったけど、気づいたらもうこんな時間だ。ワンマンお疲れ様配信の準備しなきゃいけないよね。あら、もうそんな時間なのね。それじゃあこの話はまたみんなで改めてしましょう。今は早く準備しなくちゃ。みのりとしずくは三脚の準備をお願い。はるかはスマホ用意して。あ、うん、わかった。しずくちゃん、一緒に三脚組み立てよう。この足の部分を引っ張ればいいのよね。でも、なんだかすごく硬くて。わあ、しずくちゃん逆、そっちに引っ張ったら折れちゃうよ。今日のワンマンお疲れ様配信、いつもよりたくさんの人が見に来てくれてたね。やっぱり登録者数が増えたから注目度が上がってるみたいだね。初めて見る名前の人もいっぱいコメントしてくれてたわね。この人たちにも楽しんでもらわなくちゃって張り切っちゃったわ。そうね。でも見てくれてる人が増えた今だからこそ、今までと同じような配信をしていくのが適切なのか、やっぱり考える必要があると思ったわ。だから配信の前にしてた今後の話の続きをしようと思うんだけど。あ、ごめんね、お母さんにひき肉買ってくるの忘れちゃったから買ってきてって急に頼まれちゃって。ミートソースなのに肝心のミートがないみたいで、このままじゃただのトマト缶パスタになっちゃうんだって。それも美味しそうだけど、ミートソースのつもりだったのなら買っていってあげた方がいいわね。本当にごめんね、大事な話しようとしてたのに続きできなくて。どっちにしろ今日はもう遅いし、気にしなくて大丈夫だから。うん、ありがとう。私も家でちゃんと目標について考えてみるよ。それじゃあ私スーパーに行ってくる。またねみんな。うん、お疲れ様。嵐が去っていったわね。本当にみのりちゃんはいつも元気で可愛いわね。そうね、でもまさかあんなことを言い出すなんて意外だったわ。うん、ファンのみんなは私たちがもっとたくさんの人に希望を届けられるような大きな場所に立つことを望んでくれてるって思ったの。だからみんなと本気で日本で一番大きな場所で、ドームみたいな場所でライブができるアイドルを、トップアイドルを目指したいの。実は昨日読んでた手紙の中に舞踏館でライブをやってほしいって書かれてたのがあったんだ。舞踏館で。その時私は確かにあそこでやれたらいいなって思ったけど、
今の私たちじゃ難しいとも思った。そうよね。私たちは名前の知られてるアイドルグループにいたことがあるから、その時代からずっとファンとしてついてきてくれてる人もいる。でもやっぱり元いたグループの看板あってこそだし、昔からのファンが全員残ってくれてるわけじゃない。今の私たちじゃ1万5000人なんて人数とても動員できないわ。だからみのりからドームって言葉が出た時にスケールの大きさに驚いちゃったんだけど。うん、アイリの言う通りだよ。私も同じことを思ったけど、でもそれでもみのりの言葉を聞いてハッとしたんだ。今までの私はこうじゃなかったなって。動員数が多いとか少ないとか気にしたことがなくて、ただ純粋に日本中の人に希望を届けたいって思ってたなって。確かに私もモアモアジャンプで活動することになった時、いつかみんなでドームライブをできたらいいなって思ったわ。でもそれは本当にいつかで、私たちにとってはまだ先の話だってどこかで思ってたの。わかるわ。私たちのアイドルとしての道のりはまだまだ遠いと思ってたから。でもいいのよね。私たちが今ドームを埋められるようなアイドルを目指しても。うん、私もみのりの言葉でそれに気づいたんだ。だって私たちはたくさんの人に希望を届けたくて活動してる。それは今までもこれからも変わらなくて、このまま進んだ先には絶対にドームがある。だから目指そう、みんなで。いつかじゃなくて今、日本一大きな会場が埋められるくらいたくさんの人に希望を届けられるアイドルを、トップアイドルを。やってやりましょう。実はね、初めてのワンマンライブも満員御礼でチケットを取れなかったって声も多くて、700人の見積もりは甘かったと思ってたの。それに今回のネットニュースのおかげで配信チャンネルの登録者数も結構増えて、次回もしイベントをするなら2000人から3000人の動員は見込めるんじゃないかって斉藤さんとも話をしていたのよ。そんなに？半年以内に1000人規模くらいのライブはできるようになるんじゃないかって思ってたけど、それならもしかしたら渋谷ホールくらいは。ああ、あそこのキャパは1900人だから今の私たちでも十分狙えるわよ。すごいわね。もう渋谷ホールに立てるかもしれないなんて。実際私たちはかなり順調よ。駆け出しのアイドルグループとしては信じられないくらいね。でもドームの動員数は3万人。そこにはさすがに今の私たちでは届かないわ。届かないでしょうけど、今の私たちの勢いならきっと届くはず。だから行けるところまで駆け抜けましょう。うん。大事な話があったのに先に帰っちゃって。気にしなくていいよ。夕飯は大丈夫だったの？うん、みんなのおかげで美味しいミートソースパスタ食べれたよ。本当にありがとう。それで早速例の話の続きをしたいと思うのですが。ええ、もちろん。私たちもみのりに話そうと思ってたことがあるのよ。実はね、昨日みのりちゃんが帰った後に3人で話をしたの。
みのりちゃんが言ってたトップアイドルを目指すっていう目標について。そうだったの？それでみんなはどう思った？結論から言うと、私たちもみのりに賛成だよ。正直に言うとね、私たちはまだワンマンを成功させたばかりなのに、トップアイドルを目指せるのかなって思ってたんだ。でも、みのりのおかげで思い出したの。私たちは目の前のお客さんもそうだけど、日本中の人たちに希望を届けたかったんだって。はるかちゃん。だから、目指そう。みんなで。ドームライブができるアイドルを。まあ、現実問題簡単じゃないけどね。私たちはまだまだ駆け出しアイドルグループの域を出てないし、踏むべきステップはたくさんあるし。そうね。でもだからこそ私たちみんなで頑張りたいって思うわ。うん。それにアイドルはファンのみんなに希望と夢を届けるものだから、私たちが夢を見てもいいと思うんだ。私たちが夢を叶える姿はきっとファンのみんなにも希望を与えられる。だから必ずなろう。日本で一番たくさんの人に希望と夢を届けられるアイドルに。はるかちゃん、私もファンのみんなの感想を見てドームをやれるトップアイドルを目指したいって思った時、まだ早いかもって、夢見すぎかもって思ったんだけど、でもやっぱりどうしても目指したいって、諦めたくないって思ったんだ。だから勇気出してみんなに話してみてよかった。みんなが一緒にやろうって言ってくれて本当によかった。みのり、トップアイドルになろうね。みんなで一緒に。ねえ。ってことで、ドームライブをやれるようなトップアイドルになるって目標は決まったけど、そこまで行くためにはどんなルートをたどればいいか考えないといけないよね。そうだよね。ドームライブまではまだまだ遠いし、やっぱりライブする場所を少しずつ大きくして、お客さんをちょっとずつ増やしていきながらドームに近づいていくしかないのかな。その話なんだけど、今の私たちならもう少し大きな会場でライブをやることができるんじゃないかって話していたのよ。そうそう、例えば渋谷ホールとかね。え、渋谷ホールってあの渋谷ホールのこと？あそこが埋められるくらいたくさんのお客さんに見てもらえるかもしれないなんてすごいね。でももう2000人の動員が達成できるなら、もっと上を目指してもいいのかも。もっと上って、夢は大きくってことで、1万人規模を目指すなら両国相撲館や野々木体育館があるわね。それと1万5千人規模なら舞踏館も。舞踏館、お手紙を送ってくれた人にもいたよね。私たちを舞踏館で見たいって書いてくれてたお客さん。うん、私たちがもし舞踏館でやれたら、あの人にも希望を届けられるかもしれない。だから私は目指したいな。ドームライブへの中間目標として、まず舞踏館でやれるくらいのアイドルを。1万5000人か、大きな数字だと思うけど、トップアイドルを狙うんならそれくらいやってみせないとね。でもそうなると
お客さんを今の700人から1万5000人まで増やさないといけないのよね。どうやったらそんなにお客さんを増やせるのかしら。配信を続けてファンを増やすこともできると思うけど、1万5000人のお客さんがライブに来てくれるまでとなると今の登録者数のペースじゃ厳しそうだよね。それじゃあ配信以外の方法を考えた方がいいのかな。今回登録者が増えたのって記事のおかげもあると思うし。それなら選択肢はたくさんあるんじゃない？雑誌とかラジオとか。あ、そういうのだったらお仕事の依頼が来てたよね。確かにそれを受けてみるのもいいかもしれないわ。おおむね賛成だけど、受ける仕事はちゃんと相手の会社のこととか調べてからにしたいわね。そうだね。結構いろんなメッセージもらってるけど、中にはちょっと怪しそうなのもあったりするし、一旦もらったメッセージをみんなで整理していこうか。うん、どんなのが来てるんだろう。全部ちゃんと見れてなかったからドキドキしちゃうな。私はメールを見てみるから、みのりは SNS の DM をお願い。アイリは配信サイトのコメントを見てくれると嬉しいな。あと、しずくは、あ、みのりとアイリのアシスタントでどうかな。アシスタント、なんだかかっこいいわね。そうね、アシスタントを頼んだわよ、しずく。じゃあ、早速作業していこうか。次の DM は、モアモアジャンプ様、初のワンマンライブ開催おめでとうございます。個人でワンマンを開催されている姿に感動いたしました。つきましては、皆さんの若いパワーを生かして、ぜひ我が社の毎日飲むだけでマイナス 30kg 激痩せビューティーデラックスを宣伝していただきたく。って、飲むだけでマイナス 30kg？ そんなのを飲み続けたらいつか体がなくなっちゃうんじゃないかしら。嘘に決まってるでしょ、そんなの。体重を減らすには食事の管理と運動は必須だよ。飲むだけで痩せるなんて魔法のような薬はないから。そうだよね。本当にそんな商品ができたのならすごいなって思ったけど。でもここまでメッセージを見てきた感じ、ほとんどがそういう怪しい案件ね。受けるにせよ、ちゃんと依頼元は調べなくちゃ。こういうのって簡単に受けたら悪意ある企業で大変なことになるってよく聞くし。私たちが騙されるだけならまだいいけど、変な商品の宣伝をしてお客さんを騙すことになってしまったら嫌だものね。そうね。はあ、大量のメッセージを見るのも大変だっていうのに選別までしなきゃいけないなんて。こういう作業をやってるとマネージャーの存在ってありがたかったんだって身にしみるわ。でも怪しいのだけじゃなくていいのもちゃんとあるし、前向きに次の DM 行ってみよう。次は私も見ていいかしら。突然のご連絡失礼いたします。私は東京 NX で放送中のアイドル大戦争という番組でプロデューサーをしております。アイハザのプロデューサーさんから？わあ、びっくりした。ごめんね、しずくちゃん、突然だったから驚いちゃって。あら、もしかしてアイハザって。アイリちゃんも知ってる？メッセージにも書いてあったけど、東京 NX で深夜にやってるアイドル番組だよね。アイドル大戦争って書いて
アイドルハザードって読む、通称アイハザ。いろんなアイドルグループの子が交代で MC やってて、ゲストで来る他のグループの子との絡みも見れちゃうから、アイドル好きにはたまらない番組で、最近始まったのに結構話題になってるんだ。そんな番組のプロデューサーが私たちにメッセージを送ってきたってことは、もしかして、もしかするって感じだよね。しずくちゃん、メッセージの続きをお願いします。わかったわ。実は以前配信を拝見させていただいたのですが、今回初めてのワンマンを自分たちの手で成功させたと伺い、大変興味を抱きました。その後、動画サイトのアーカイブなども視聴させていただいたのですが、非常に明るく前向きな皆さんの姿に元気をいただき、皆さんと同じように視聴者の皆様に元気を届けたいをコンセプトにしている当番組にぜひ出演していただきたく、ご連絡差し上げました。あー、本当に出演以来なんだ。私にも見せてくれる？なるほどね。要約すると、その番組の注目のアイドルを特集する5分くらいのワンコーナーに出演してほしいってことみたい。すごいね。テレビに出れるかもしれないなんて。それにテレビならいろんな人に私たちのことを知ってもらえるかもしれないし、すっごくいい機会だよね。そうね。5分のコーナーとはいえ、今の私たちにとっては渡りに船だと思うわ。私もぜひやってみたいわ。はるかちゃんはどうかな？そうだね。依頼元はそれなりに有名な番組のプロデューサーみたいだし、メッセージの内容も誠実で信頼できる感じではあった。それにこんな大きな案件が来るのは、もっと小さな仕事を何個かこなしてからだと思ってたから、みんなの言うように思いがけない大チャンスだよね。大チャンスなんだけど、もう少し考えたいな。どういうこと？今テレビに出るのが本当にいいことなのかわからなくて、テレビに出れば確かにお客さんは増えると思う。今はネット配信でもたくさんの人に見てもらえるけど、それ以上に影響力があるのがテレビっていう媒体だから。それなら。でもその影響力にはデメリットもある。デメリット？私たちが伝えたいものが違う形になって広まる可能性があるってこと。もしかしたら面白くするために思ってなかった方向に言葉を切り抜かれちゃうかもしれない。それは番組のためにはなるかもしれないけど、私たちやファンのみんなのためにはならないかもしれない。もちろんテレビ番組が全部そういう悪意を込めて作られてるわけじゃないし、いいところもたくさんあると思ってるよ。でもテレビに出るっていうのはそういうのを覚悟しないといけないってことだから、だから今すぐに判断するのは難しいなと思って。確かにそういうリスクはあるわよね。っていうかあったわ。ちょっとしたツッコミを編集されて共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。え？本当？大丈夫だったの？まあ放送された直後はちょっと燃えたわね。それに今でもその俳優さんのファンの一部からその話を持ち出されることはあるけど、でもファンの子たちが愛理はそういうこと言う子じゃないって言ってくれたから大事にはならなかったし大丈夫だったわ。よかった。まあそんなことはあったけど、それでも私はメリットの方が大きいと思うから、
テレビに出れるなら出た方がいいと思ってるけどね。そっか、そういう経験してる愛理でもそう思うんだ。あ、チャイムだ。もう昼休み終わりなのね。話してるとあっという間だわ。まだ話の途中だけど、仕方ないわね。この話は日を改めることにして、それぞれ一晩冷静に考えてみましょうか。ごめんね、みんなはやる気だったのに水を差すようなことを言って。水を差すだなんてとんでもないわ。はるかちゃんのおかげでそういう考えもあるんだって気づけたもの。話してくれてありがとう。しずく、しずくちゃんの言う通りだよ。それにやっぱりこういうのは全員が納得して決めないとダメだと思うんだ。だってモアモアジャンプはみんなで一つだから。そういうことだから、はるかは変に遠慮しないで、これからも言いたいことは言っていいんだからね。みんなありがとう。私ももう一度ゆっくり考えてみるね。ふう、今日の入浴剤すごくいい香りだったな。テレビ出演をどうするか、湯船の中でもたくさん考えたけど答えは出なかった。みんなは私の考えにわかるって言ってくれたけど、それでも出演には前向きみたいだった。でもっていうか、あったわ。ちょっとしたツッコミを編集されて共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。やっぱりそういうことはあるんだよね。将来ドームでやることを考えたら、お客さんをたくさん呼ぶ必要があるし、そのためにもテレビに出た方がいいとは私も思ってるけど、私たち自身だったり私たちが伝えたい思いを歪められる可能性はゼロじゃない。それに記事にするにはなかなか引きのある内容よね。ちょっと話は盛り気味だったけど、実際小さな記事でさえ少し違和感のある内容になってたりした。もちろんそれってこの先私たちが活動を広げていくなら避けられるものじゃないけど、私たちは一度アイドルグループを脱退して個人で活動してるっていう背景があるから、そこを面白おかしく扱われる可能性は高い。それでそんな私たちがテレビで流れたら、今まで私たちを応援してきてくれた人は悲しむかもしれない。もしかしたらテレビに出た私たちを好きになってくれる人たちもいるかもしれないけど、今のファンの人たちを悲しませてまで、ありのままの私たちを曲げられるリスクを冒してまでテレビに出る必要ってあるのかな。でもすごいね、テレビに出れるかもしれないなんて。私もぜひやってみたいわ。それでも私はメリットの方が大きいと思うから、テレビに出れるなら出た方がいいと思ってるけどね。やっぱり私の考えすぎなのかな。アスランの時にもテレビの仕事はやってたけど、楽しかったことの方が多いし、それにみんなが前向きなんだから試しに一回やってみても。ううん、やっぱりそれじゃダメだ。成功しても失敗してもきっと私の中でわだかまりが残る。みんなも私が納得しないと意味がないって言ってくれてた。だからちゃんと自分の中で答えを出さなくちゃ。でも一人で考えてても仕方ないよね。誰かに客観的な意見を聞けたら。あ、そうだ。
な、ちょっといいかな。あれ、はるかちゃん、こんなに遅い時間にどうしたの？どうしても自分だけじゃ答えが出なくて、みんなに相談に乗ってほしいことがあるんだ。実は、そっか、はるかちゃんたちドームライブを目指すことになったんだね。素敵な夢だね。みんなのこれからの活動がますます楽しみになってきたよ。でもその前に悩みを解決しないとね。そうですね。テレビ出演をどうするかだったよね。はるかちゃんはテレビに出ることで自分たちのイメージや届けたい思いが違う形になってみんなを悲しませちゃうかもしれないって思ってるのよね。うん、番組を面白くするためにある程度編集されるのはしょうがないし、私も見やすい編集の番組はすごく好きなんだけど、私たちが伝えたいことが違う意味になったり、みんなが嫌な子に見えるような編集になったら、ファンのみんなも悲しむと思って。はるかちゃん。でも、私が考えてることって、本当にそうなるって決まってるわけじゃないでしょ？だったら、起きるかわからないことで悩んで、テレビに出ないっていうのも違うような気がしてるんだ。結局、私には今の事務所とか守ってくれる人がいない状況でテレビに出る覚悟が足りてないってことなのかな。そんなことはないと思うな。うん。それに、はるかちゃんはファンのみんなのことをとっても大切に思ってるんだね。そうですね。私たちはいつもファンのみんなに希望を届けられるようにって頑張ってるけど、みんなからもたくさん希望をもらってるから。こんなにファン思いのアイドルを応援できて、モアモアジャンプのファンは幸せね。そんな、ふふ、照れなくたっていいじゃない。私もファンとしてはるかちゃんのことがもっともっと好きになっちゃったわ。もう、からかわないでよ。ふふふ。でもね、そんなはるかちゃんだから、私はファンとして、安心してって言ってあげたいわ。あ、どういうこと？私は、はるかちゃんたちのことをよく知ってるわ。はるかちゃんたちが、届けたい気持ちも、はるかちゃんたちからもらえる希望の温かさも、そしてそれは私にとってとても大切なものだから。テレビで何を見せられたってみんなを思う気持ちは簡単に変わらないと思うの。だって私はずっとモアモアジャンプのファンでいる。私は本当のみんなを知ってるわ。あ、っていうか、あったわ。ちょっとしたツッコミを編集されて、共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。え、本当？大丈夫だったの？まあ、放送された直後はちょっと燃えたわね。それに、今でもその俳優さんのファンの一部からその話を持ち出されることはあるけど、でもファンの子たちが愛理はそういうこと言う子じゃないって言ってくれたから大事にはならなかったし大丈夫だったわ。だからきっと大丈夫だと思うの。どんな番組になったとしてもきっと私ははるかちゃんたちに失望したり悲しんだりなんかしない。それに、私はそれより、もっとたくさんの人に、私の大好きなモアモアジャンプを知ってもらいたいと思うわ。私がもらった希望を、
その温かさを、他の人にも届けてあげてほしいって。きっと、みんながカメラを通して届ける希望は、いつものみんなと変わらないはずだから。ね？メイコ。そうだね。何があったとしても、本当のみんなは、いつものみんなだもんね。届けたい思いが変わらないなら、きっと大丈夫。みんなに伝わると思うな。ええ。それに、やっぱりファンのみんなが、みんながテレビに出て、いろんな人に知ってもらうことを、純粋に楽しみにしていると思うもの。確かに、そうだね。手紙を送ってくれた人も喜んでくれるかも。ありがとう。なんか、勇気が持てた気がする。最終的に答えを出すのははるかちゃんたちだから、ゆっくり考えていいと思うわ。それに、こういう時は、自分の思いと向き合ってみるのもいいかもしれないわね。自分の思いと？え？ワンマンライブが成功して、とっても素敵な目標ができて、今、みんなが大きな節目を迎えてると思うの。そんな時は、忙しくて、大切なものを見失っちゃいがちだから。どうしてアイドルになりたいと思ったのかとか、その時感じたこととか、この機会に、もう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかな、と思って。あ、確かにそうだね。ありがとう。ちゃんと考えてみる。ふふ。これからのモアモアジャンプも、楽しみにしてるわね。どうしてアイドルになりたいと思ったのかとか、その時感じたこととか、この機会にもう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思って。メイコの言う通りだな。私はたくさんの人に希望を届けたいって思ってる。今まで私たちを応援してくれたお客さんのためにも、これから出会うたくさんの人のためにも、自分がどうしてアイドルになりたかったのか、これからどんなアイドルになりたいのか、ちゃんと考えよう。私がアイドルになった理由は、そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。ちょっとちっちゃい子向けだったけど面白い本だったな。お姫様が明るくていろんな問題を解決してって、明日貸してくれた先生にお礼言わなくちゃ。どうしたの？ありがとう。本当に嬉しいんだけど。ありがとう、お母さん。そうなんだ。じゃあ、行きたいな。うん。ありがとう。また、お母さんに悲しそうな顔させちゃったな。おばあちゃんに筆箱もらえたのも嬉しいし、
ゆでたまちゃんのショーも楽しみなのに、なんで普通の子みたいに笑えないのかな。そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。笑顔の練習してみようかな。可愛くて楽しかった。でも人がいっぱいでちょっと疲れたかも。歩く。人が多いな。さっきよりももっといっぱいいるかも。あ、うん。こんなに人がいると押されて流されちゃいそう。手をつないでた方がいいかも。お母さん、で、どうしよう、お母さんたちとはぐれちゃった。お母さんたちが行こうって言ってたとこも行ってみたけど人がいっぱいで全然見つからなかったし。あ、どうしよう、このままずっと会えなかったら、ここで一人ぼっちになったら。え？なんだろう、このお姉さん。すごく可愛い服を着てる。なんだか、お姫様みたい。あ、私、あの上に、どうして？私、最前列ご招待。桐谷春子。
がひらひらして、すごく可愛いの。歩いてる人もお姉さんの歌を聴いてステージを見てる。すごいな。これってなんか。そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。あ、お姉さんの歌に乗ってみんな手を叩いてる。私もやった方がいいのかな。でもちょっと恥ずかしいな。お姉さんが私の方を見て手を叩いてる。あれに合わせたらいいのかな。笑ってくれた。特別ゲスト？特別なお客さんってことかな。私やり方わかんない。させてばっかりだったのに、私は知らないおばあさんやお兄さんやお姉さんを笑顔にしてる。嬉しいな。みんなが笑ってくれて、あったかい気持ち、さっき感じてた不思議な気持ちがいっぱいになって溢れてくる。なんか
私、笑ってる？でも、そうかも。だって、お姉さんも、みんなも、キラキラして、すごく、楽しい。希望をあげるのがアイドルなの？これからも？ございました。
私、いつか絶対お姉さんみたいなアイドルになる。懐かしいな。あの時のこと今でも鮮明に思い出せる。ふわふわの可愛い衣装がお姉さんが動くたびに揺れて、歌って踊るお姉さんの笑顔がキラキラで、心の中に小さな明かりが灯っていく感じがして、それまでよくわからなかった希望っていうものの形が初めてわかった。これから先、私がお客さんに届けたいのは、あの日に私が感じた明日を頑張る希望。それだけは絶対に変わらない。これまでも、これからも。お母さん？え、私に見せたいもの？勇敢？もしかして、私たちのワンマンのことが小さな記事になってるとか？いや、でもまださすがに全国紙までには。見せて。あの人だ。服も髪型も変わってるけど、この笑い方は絶対に。引退した元アイドル、舞台を降りてもなお人々に希望を届け続けるアイドルを引退後、地方ラジオ局のアナウンサーとなった彼女は、その活躍の場を小さなブースにとどまらせることなく、介護老人福祉施設や幼稚園、温泉施設など、その華やかな経歴を生かしてステージに立ち、地域に密着した活動を続け、花が咲いたような笑顔と歌声で、多くの人々に勇気と希望を与え続けている。あの人がアイドルを辞めちゃってからどうしてるのか全然わからなかったけど、そう、だったんだ。今でもずっと、あの頃みたいに、たくさんの人に希望を届けてたんだ。うん。本当に、あの人らしいな。ありがとう、お母さん。知れてよかったよ。この記事のおかげで、私はまた、お姉さんから希望をもらうことが。この記事のおかげ。そっか、この記事のおかげで、今私。ううん。悩んでたことが解決したの。明日、みんなに話さないと。また、背中を押してもらっちゃいましたね。やっぱりあなたは、私にとって、ずっと憧れの人です。さてと、みんな一晩冷静に考えたと思うし、改めてテレビ出演に対しての考えを聞いてもいいかしら。そうだね。それじゃあ、誰から話す？私から話してもいいかな。ええ、じゃあお願いするわ。わかった。単刀直入に言うね。私は、みんなと、テレビに出たいと思った。え？はるかがそう言うなんて、正直意外だったわ。どうしてそう思ったの？
それがね、実は。まあ、はるかちゃんの憧れの人が新聞の記事に？うん。アイドルを引退してから、どこで何をしてるのかもわからなかったんだけど、新聞の記事が教えてくれたんだ。お姉さんがアイドルを辞めても、たくさんの人に希望を届けてるってこと。私はそれに、すごく勇気をもらえた。はるかちゃん！だから私、思ったんだ。メディアって、予想外の切り取られ方をすることもあるし、影響力もあるから怖いけど、怖いくらいの力だからこそ、私たちの届けたい希望を、私たちがまだ出会ってないたくさんの人たちにも届けてくれるかもしれない。この新聞記事が私に届けてくれたみたいに。そうよね、私も今日似たようなことを言おうと思ってたの。例えばこの世界の中には自分が希望を必要としていることに気づいてない人がいると思うのよね。希望を必要としていることに気づいていない人。ええ、本当に落ち込んでる人なんて自分のことに精一杯でアイドルを追いかけることなんてできないんじゃないかしら。でもそういう人たちと私たちを引き合わせてくれるのがテレビっていうメディアだと思うの。たまたま新聞記事を見て憧れの人の活躍を知って勇気をもらえたはるかみたいに、ふとした瞬間にテレビを通じて私たちに出会ってくれた人に希望を届けられたら最高じゃない？確かに、それすっごく素敵だね。そうでしょ。それにやっぱり私たちのファンは、私たちがテレビっていういろんな人の目に触れやすいものに出ることを喜んでくれると思うのよね。だから私もテレビ出演には賛成なんだけど、他に何か意見はあるかしら。私は正直、はるかちゃんや愛理ちゃんの話聞いたら全然ちゃんと考えられてなかったなって思ったんだけど、私もテレビに出たいなって思った。今まで私たちって配信活動がメインだったけど、そればっかりじゃ私たちを見たいと思って見に来てくれるお客さんにしか届かないんじゃないかなって。私もテレビに映ってたはるかちゃんを見て希望をもらったから。みのりそれじゃあみのりも賛成派ってことで。最後になっちゃったけど、しずくはどうなの？私は、実はさっきまで決めきれていなくてずっと悩んでいたの。テレビには出たいけど、昨日はるかちゃんの言ってたこともわかるなって。私もみんなの印象がねじ曲げられちゃったら嫌だから。しずく。でも、今みんなから話を聞いて、きっと大丈夫だなって思ったわ。え？だってみんなは、たくさんの人に希望を届けたいって目標をちゃんと持っていて、そのためにいろいろ考えてるでしょ？その気持ちは、この先も変わらないと思うの。だから、もしも私たちが伝えたいことが思った通りの形で伝わらなかったとしても、諦めずに何度も伝えていきましょう。そうしたら時間がかかっても必ず届くと思うから。あ、メイコも似たようなことを言ってたっけ。まあ姉ちゃんもなんだか嬉しいわ。姉ちゃんってことは、はるかちゃん世界に行ってたの？あ、ちょっと今回のこと悩んじゃって、相談したかったから。はるからしいわね。
大事なことだからね。それにちゃんと考えたおかげでみんなと同じ決意ができてよかった。これでちゃんとテレビ出演に舵を切れるね。そうだね、これから私たちテレビ出演するんだ。わー、緊張してきちゃったよ。私ちゃんとできるかな。また噛んじゃったりしないよね。っていうか緊張するの早すぎるでしょ。まだ連絡も返してないんだから。あ、それなんだけど今日私の方から返しておくよ。結局テレビに出るって結論になったのに私のせいでみんなを遠回りさせちゃったしね。もう言ったでしょ、そんなの気にすることじゃないって。これは必要な議論で必要な時間だったわ。そうだね。ま、でもやってくれるって言うならメッセージに関してはお任せしちゃおうかしら。アルカはそういうの得意そうだしね。確かに、私そういうビジネスとかの文章って上手に書ける自信ないし。アルカちゃんお願いします。私もあんまりやったことがなくて申し訳ないけれど、よろしくね、アルカちゃん。うん、任せて。このメッセージへの返信できっとモアモアジャンプのこれからが大きく動く。でももう大丈夫だって。私たちは目の前の人たちだけじゃなくてまだ出会っていない人たちにも希望を届けられるアイドルになる。これはそのために必要な一歩だから。みんな、はるかちゃん、どうしたの？頑張ろうね、これからも。